はい、というわけでどうも、マルタラです。今回はファンパレなんですけども、今日はワクワクスタンプラリー使っていこうかなと思います。今回のイベントの無課金回想というわけで、まあ、五条先生がスタンプラリーしてるんですけども、まあ、やっぱ今回のあのアップデートで追加されたこの回想ドアップシステム。これなかなかいいですよね。隅々まで見れるという、なんかお姉さんが買い物してるなみたいなのも見れるんですけども、この回想をね、ドアップにして思ったんが、この服が流行っているというこの服のデザイン今若い子の間で流行りなんですか？これ何の柄やこれ。背中にこれ食パンマンかな、背中食パンマン柄、背中食が今若い子の間でトレンドなんかな。ほんでなんかパーカーな感じもあればトレーナーかな、この人はトレーナーかな、パーカーかな、なんかいろいろデザインが展開されてるという、パーカーという枠ではとどまらず、このセナ色が。これちょっと今、若い子の間の、まあ大流行アイテムなんですかね。マッシュルのオープニングとこれは今大流行してるんじゃないかなと。これはちょっと僕も勉強しなあかんなと、僕今年で68歳なんで、ぜひ頑張っていこうかなと思うんですけども。というわけでこのね、階層使っていくんですけども、まあこの階層ね、雑魚です。弱いんですよこの階層。僕ねいつも弱いキャラ、弱い階層をなんとかして強くしたいっていう気持ちがあるんで、いつもね、まあ、マイナーなやつらを、使ってみたシリーズで動画撮ってんねんけど、今回ばかりはね強くならへんねんな。まあ弱い弱い言ってたらなんでしょうかね、ネガキャン、やっぱりそのネガティブキャメロンディアスになってしまうんで嫌なんですけども、ちょっとね弱いと言わざるを得ないんですよね。まあその弱いというゆえを今から紹介していこうかなと思うんですけども、まずステータス HP20% アップ、体術 22% アップ、術式 32% アップというわけで、まあね、術式でバチクソという、ムーブではありますんで、パーティー的にはこんな感じで、まあ、犬巻に、ふだしちゃって犬巻が、まあ、うまいこと術式系なんで、うまいこと特化させてワクワクしていこうかなと思うんですけども、スキル、こちら、コマンドスキルまたは必殺に反応して、HP20% アップ。で、再使用6ターンというわけで、このスキルが、あんま知って売ってる人多いんですけど、僕ね、このスキルわりかしいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ最近の無課金階層に比べたら、まああれなんですけども、まあ最近の無課金階層で言うとこの遭難とかね、この遭難がまあ最近でいうところの、まあ特例じゃないかなと思うんですけども、あとまあ前々から言うなったらこの矜持とかまあ他にもいるんですけども、あと HP 回復界隈で言ったらもうこのね、剣山不効果というなんか5ターンで 35% 回復するというね、重鎮がいるんですよ。この重鎮界に足を踏み入れたっていうことはまず、ここまず褒めていきたいなと思いますね。はい。こんな無課金階層に勝てるはずもないのに、ここの界隈に足を踏み入れた。はい。ジャイアントキリングしようとしているという、その姿勢は認めようかなと思うんですよ。だから僕、このスキル、わりかし補助系のスキル好きなんで、全然いいんですよ。20% 回復6ターンでも、全然ね。ただ、問題は、2つ目のスキル。これなんですね。これがマジで意味わからなくて、ターン開始時、自身の HP が 50% 以下の場合、バトル中1度のみ自身に体術 15% アップ用3ターンというわけで、まあ、1回だけなんですけども、ピンチの時にバフがかかるという、まあ、ちょっとした、まあ、無課金階層とか、まあ、SR 階層とかにちょっと見られるような感じですね。味方全体じゃないんですけども、自分がちょっと強くなるっていう。いいんじゃないと思うでしょ？無課金やからそんなこんなもんじゃないと思うでしょ？そこじゃないね。問題は。うん。問題そこじゃなくてね、見てほしいのがね、これ、ステータスアップがね、術式特化なんですよ。明らかに術式のキャラに使ってねって言ってるステータスアップしてんのに、体術アップ持ってんねん。これなんでなん？これマジで意味わからへんねん。50% 以下でね、バフとか、根本のスキルのこと言ってるんじゃなくて、
あのバフの種類、これなんですよ。なんでなん、マジで意味わからへんねん。僕はね、これこの体術と術式というこの文字を運営さんが打ち間違えたという説を推しているね。うん、このあのプログラミングかなんか知らんけど、これパソコンで打った人が多分ね200時間ぐらい寝てへんかったんかな。それでもうガクンガクンしながら、もうちょっとでお前顎地面につくでというか、もうガクンガクンしながらパソコン打って多分間違えたはったんじゃないかなと思うんで、僕はねなんか後々修正されるのではないかなという、僕はその説を推したいなと思うんですけども、これマジで意味わからへんこない。それやったら体術アップするんやったら体術特化せいやいう話やし、術式特化になるんやったらここ術式アップせいやって意味わからへんで。これについての説明をしてほしいね。どういう意図でこんな階層になったんか。こんな感じのなんかあります？テレコになってる階層、見落としてるだけかな。ステータスアップは体術系バチクソやのに、スキルで術式が上がるみたいな階層って他にありますかね。あったらちょっとコメントでお願いしたいなと思うんですけども、まあ僕のまあ頭の中にある限り、まあ最近出てきたっていうね、まあ新しいもんもありますんで、ちょっとこれはねめっちゃ不思議やね。だから僕は犬巻に使っていく、犬巻ね自傷ダメージ持ってんねん。だから階層スキルと相性がめちゃめちゃいいんですよね。まあ一応オートスキルで回復持ってんねんけど、 20% の確率でしか回復せえへんし、一応連携必殺で回復持ってるといえど、やっぱりね、こういう砕けろとか HP5% 辞書とかバンバン打ってたらさすがに HP 尽きるし、自身で回復スキル持ってんねんけどこのスキルも打つこともないんで、だから階層とか他のキャラに回復を任すしかないんですよ。だからこういう階層スキルと相性ええねんけど、体術バフなんかマジで意味わからへん。これはどういうことなんでしょうかね。複合系のキャラと使ってねってことなんかな。あ、わかったわ。複合系でわかったわ。今回のさ、あ、ちょっと待ってや。まあ、今回めっちゃ喋るパートが長すぎるんで、僕の演説にお付き合いいただきありがたきチャンスにあるんですけども、あーい。これね、わかったわ。今回、紫五条先生と一緒に登場したやんか。まあ、大体ね、一緒に登場した階層って一緒のキャラと一緒に使ってねってなんか一緒多いねんけど、だから今回の五条先生って、体術系が結構目立ってんねん。スキルが、主体的にはスキルが体術系のダメージなんで、だからかな？多分そうやな。多分そうなのか？これ。にしても術式に特化した方がよくね。だってこれ五条先生 HP50% 以下になることないねんから。じゃあちゃうな、じゃあちゃうわ、僕そうかなと思ってん。じゃあステータスアップアップで32%、まあここは必殺の火力を上げつつスキルで通常スキルの火力を上げるっていうこのムーブかなと思ったんですけども、五条先生攻撃無効化なんでちゃうな。まあ上後のエクストリーム2とかやったらまあこの五条先生 HP50% 以下なんねんけど、そういうことか。上後にこの紫五条先生連れていくときにこの階層使ってねっていうピンポイントすぎる顧客、そんなところだけを狙ったんか今回の運営さんは。でどういうことなん？なんか新しいドッグペットのなんかヘアカットの専門店作りますみたいなもん言って、なんかダックスフンドとゴールデンレトリバーのミックス犬専用のヘアカットですみたいな、そういう店立ち上げたみたいな。いやいや、そこ犬全般でええやん、なんでそこ犬種で断定すんのみたいな、そういう状況ですよね。うん、自ら客を減らしていくというこのムーブ、意味わからんっていうそこなんじゃないかなと思う。だからこれは、ミックス犬の階層ちゃうかなと僕はそう思いますね。この階層のね、まあもう僕最近ねネタ切れなんですよ。言われんでも分かってるネタ切れなんですけども、だからね
ちょこちょこ海藻の、まあ、使ってみた動画もこれから撮っていきたいんですよ。結構、キャラは一周したんで、海藻はね最近僕、まあ、コンプリートではないねんけど、リリース日初日にある海藻全部、最近ゲットしたんで、だからちょっと SSR の階層あんまり使われていない階層は多いんで、ちょっとその辺をまあ後々開拓していこうかなと思ってるんで、あれなんですけども、今何落としたっけな。ちょっとそれやったらちょっともう一回やって次ちょっと階層スキル発動するわ。今回忘れてたわ、階層が主人公ということ、階層が主人公ってこと忘れてたんで、階層スキル発動するの忘れてたんですけども、ちょっとね犬巻にダメージアホほど食らっていただいて、まあちょっとこのおっこっちゃんで回復してまうねんけど、まあおっこつの回復もいって3回だけやし、この犬巻は自傷ダメージ結構痛いんでね、これはうまいこと、回避できたらいいなと思うんですけども、はい、これちょっと階層打ってみようかな。今1万6000なんですけども、これがどんだけ回復するか、言うて結構回復するんちゃうかな。 20% って結構でかいんでね、いかほど。あーっと2万700まで回復、あ、4000ぐらい回復すんの、あ、4000ぐらい回復するんや。え、ちょっと待って、そんな回復する？ 4000 も回復する？あ、そうですか。え、今1万6000スタートやったやんな。4000、まあ3000、4000ぐらいは回復するということが分かった。え、そんな回復するんや。なんかやっぱりグレード7とレベル、グレード9とレベル97が発動というか上限解放されてから、やっぱりキャラの体力が底上げされたんで、こういう階層での回復量がアホほど伸びましたよね。これはちょっとこの階層意外と使えるんじゃないって、あーぶんない、意外と、あー、ほんで体質アップ来ました、犬巻体質アップ。これ世界一意味のない体質アップね、うん、世界一意味のないボーナスねこれ、うん、マサイ族に10万円あげたみたいな、うん、いやマサイ族円使わんってみたいな、そういう状況。これ犬巻ね全部術式系なんですよ。でノノナオールは全く関係ない必殺の術式だから、これ何の意味もないねん、この体術バフ3ターンが何の意味もないねん、これないのと一緒、うん、そこに存在していないねんこの体術アップは。だから生まれた瞬間に死ぬねんこの体術アップ、めちゃめちゃかわいそうやねんこれ。どうにかならんのこの体質アップって。これ誰と一緒に使ったらええんやろ。おっこつかな。そう考えたらおっこつが一番可能性あるかな。おっこつ回復持ってんねんけど、自分以外の味方を回復しますんで、だからおっこつは HP 結構減っていくんですよ。あ、犬巻死んだけども、だからちょっとおっこつやったらまだ使える可能性がある。ほんでおっこつは、言うて複合系なんで、リカちゃん複合系で、僕はどっちかっつったらおっこつ使うときはこういう規格外とかやる複合系の階層を使うことが多いんで、ってなったらこのスタンプラリーはようやくワクワクできるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりね、乙骨の回復結構強いんですけども、耐久していくうちに乙骨が死にかけるんでね、そこちょっと厄介なんですよ。だからワンチャンこの階層はいいかもしれんな。ありゃ攻略見えたか、ここでアホほど殴っていきまして、マキさんこれ全体攻撃を掘り込んでくるんでね、で他のキャラでは回復持ってないんで、乙骨がもう死んでいく一方なんですよ。これをうまいこと弾いていくっていうこのムーブ、なかなかいいんじゃないかなと思うんですけども、ここ砕けといてパンダ先にブレイクしていこうか。マキさんで全体食らっていきまして、これで次全体食らったんで、ビューインが入ります。乙骨の、はい、乙骨のビューインが、これでビューン入るんですけども、乙骨は回復してへんねん。ここはやっぱりね、他のキャラとの差が
生まれますんで、ここうまいこと、この階層で回復していくというこのムーブ。あ、でも体術バフしたいな。これ一旦階層休んで、パンダ先にブレイクさしといて体術バフ入れてからにしたいかな。これはファイト。これ乙骨に行こう。乙骨に。何しとんねん、リカちゃんプンプン丸、激おこプンプン丸やん今日。何をしてくれとんねんまい、何をしてくれとんねんまい。じゃあこれちょっと回想スキルぶち込んでいこうか。これ結構回復入るんじゃないか今回も。まあいかほどというわけで、14000スタートなんですけども、どんだけやる回復。はい、あ、やっぱり4000ぐらいは回復するな。マストで、マストで。あ、今かっこいい、マストで。なるほどな。あ、止まった、止めた。マキさんの攻撃、やっぱり犬巻のこの止まれて強いよね。ちょっとやりたいわ、バフを。バフをやりたいんで、ちょっとマキさんで乙骨アホほど殴ってもらいましょうかね。ただちょっとこれはバフやりすぎてるんで、あ、マキさんなやっぱりね、50% 以下ってね、ほぼ即死なんで、ちょっと難しいよね、やっぱり。ほんで、15% アップしたとて、あ、これ言ってしまったら終わりやねんけど、15% アップしたとて弱いんですよ。50% とかやったらね、HP50% 以下で死にかけの中、火事場のバカ力、なんか 50% アップぐらいピューンとかなったら強いねんけど、15% アップってちょっとね、無気ってなるだけなんでね。だから死んでる状態でそれになっても意味ないねん。結論、弱いです。